今治市立図書館は愛媛県今治市にある公立図書館である。中央図書館、並方図書館、大成図書館、大三島図書館の4つの市立図書館と移動図書館がある。指定管理者制度を導入しており、TRC 今治図書館サポートにより管理されている。今治市立中央図書館は地上3階、地下2階の建物であり、地下2階は倉庫、 地下1階は駐車場となっている。図書スペースだけでなく市聴各室や展示場なども設置されておりボランティアや市民団体の展示会や上映会が開かれている。また3階には自動販売機が設置され休憩スペースとして利用されている。市立並方図書館今治市立並方図書館は今治市並方町、ひぐち7 2 1 1 9 9 7年に 開館した。建物は地上2階、地下1階建て。地下1階は、書庫と駐輪場となっている。蔵書数は約11万冊。周辺には、今治市役所並方支所、並方公民館、並方中央病院などがある。利用案内アクセス、今治市立体制図書館は1976年に開館した。体制公民館の1階部分に立地している。 2009年に今治市大成町、宮脇港506-1に移転した。蔵書数は約7万冊。2016年4月23日、同年度の子供の読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。周辺には今治市役所大成支所、小窓利幼稚園、今治市大成老人福祉センターなどがある。 利用案内アクセス市立大三島図書館今治市立大三島図書館は今治市大三島城宮浦5713番地に2003年に開館した。蔵書数は約8万冊。建物は地上3階建て。周辺には今治市役所大三島支所や今治市大三島公民館がある。利用案内アクセス市内の公民館、老人福祉施設、 市役所の秘書などを循環している。最大で2500冊の本を積むことができる。ありがとうございます。